こんにちは、速稼塾の久保です。隠居の流儀の第2部の第3話なんですけども、これも2017年の Facebook ライブから抜粋してお届けします。この後すぐご覧いただけますんでね、見ていただきたいんですけども、今回はですね、お金持ちになるルートとお金持ちになれないルート、これが4つあります。4つのうち2つはなれません。4つのうち2つはなれます。このうちどこに今自分がいるのかってことを確かめて、そしてこの4つのうちね、お金持ちになれないルートにハマってる人は、そこからお金持ちになれるルートに移動する勇気があるかってことが、まあ、問われております。まあ、動画を見ていただければね、その辺もしっかりわかると思います。最初のね、1分か2分は無駄話してますけどもね、そこはちょっとね、早回ししていただいて、本題のところから見ていただければいいんじゃないかなと思います。それではよろしくお願いします。おはようございます。いつもながらまたね、この放送スイッチを押してしまいました。速稼塾の久保です。今日も火山市場からね、メッセージをお送りします。まあ、昨日は、鈴木さんの方からね、大阪からお越しいただきました。本当ありがとうございました。本当にね、十分いい時間が過ごせたと思っていただければ幸いですけども、まあ、このように火山の方ではね、たくさんの方が、毎週のようにお越しになりまして、もう遠方近況っていうのはわかんないですよね。近く遠く関わらずいらっしゃるんですけども、まあ、基本的には私のですね、高額な塾に入っていただいた方、まあ、40万円以上の、コンテンツ買っていただいた方だけということなんですけども、遠方の方はね、まあ、その、ご縁に感謝して、と言いますかね、本当にたくさんの方に来ていただきたいんですけども、私も対応に限界がありますんで、はい。で、今日お届けするのはお金持ちになるための4日目ですね。ここからいよいよ本質的なことが入ってます。皆さんはこの放送を見てる方っていうのは、まあお金にすごく興味がある方だと思いますけども、お金を増やすためには最初に選択するべき4つのコースがあるんですけどね。この4つのコースの中で間違えてしまうと、いくらやってもお金持ちにはなりません。その仕組みも今日、まあ、クリアにね、お届けすることができると思います。まあ、私のセミナー来ていただいた方にはいつもお届けしてるんですけども、まあ、世の中には4つのですね、お金の稼ぎ方、いわゆる働き方があるわけですよ。この4つのうちの選択肢を間違うと、もう最初からお金持ちになる人生っていうのは始まりません。じゃあ、4つの分類を申し上げます。非常に簡単です。1つは、店舗で働くっていう店舗系のビジネスがあります。2つ目は、法人系って言って会社に勤めるっていう方法があります。で、3つ目が、口コミ系っていう、いわゆるこう、口コミの商売をですね、参加するっていう方法があります。で、4つ目が、インターネットを使ったビジネスですね。ネット系というやつです。この4つのうち、2つが、永遠に金持ちになることができなくって、残りの二つはお金持ちになるチャンスがある道になります。まあ、非常に簡単ですよね。店舗に勤めてる人でお金持ちになることはありません。あ、ミカちゃんおはようございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。で、店舗に勤めてる方がお金持ちになることはないのは、店舗ってのはね、固定費がかかりすぎるんですよ。あとは従業員さんにしてもお客さんにしても、店に行かなければ、そのビジネスに参加できないっていうハードルがありますよね。だから、お店が近くにないと出勤も来店もできないっていうデメリットがあります。で、法人系のビジネスってのはそれに比べたらちょっと緩いんですけども、やっぱ法人ってのも経費がかかりすぎるんですよね。いくら売上を上げても、いくら利益を稼いでも、その半分ぐらいは税金で持ってかれたりとか、で、利益が出てる間はいいんですけども、ほとんど出ないわけですよ。まあよく私もお話しするんですけども、広島にもですね、5万5000ぐらいの会社とか店舗っていう、いわゆる登記をしてるね、商売をしてるところがあるんですけども、その8割は赤字なんですよ。だから私が街を歩いてると、8割が赤字なのに、そんな素振りもせずに歩いてるわけですよね。だからみんな赤字です。もう、異業種交流会ってのはみんな赤字です。もう、お茶を飲みに行って、誰か事業者さんとお茶飲みに行ったら、あ、この人も赤字かって思うぐらいなんですよね。だから、従業員さんは知らされてないです。で、倒産する直前まで知らされないです。それは信用不安になるんで、店舗に勤めてる方も、会社にいる方も、急に店ってなくなるんですよ。会社なんてのも、本当に潰れますからね、余裕で潰れるんですよ。会社が倒産するけど、直前まで社員すら知らされてないんですよね。だからこの二つの道って非常に不安定で、店舗に勤めることも、その法人にいることっていうのも、最初から不安定を、絵に描いたような飛び込み方。だからよく言うんですけども、株なんて危ないよってみんな言うんですよね。株なんて上がり下がりするからって言うけど、株なんてのは株式会社の活動の一つですから、一つの結果ですから、じゃあ株式会社に勤めてることがもっと危ないって話なんですよね。だこういうなんかお金のリテラシーっていうんですから、お金の知識をまず身につけることによって、
最初に選択するものが正確に間違わずに選べるということなんですよ。今までお伝えしたのは、とにかく1日目では始めることってお伝えしました。で、2日目では、ネガティブな要因をなくす、無益なことをやらないってことですね。で、3つ目は環境を整えるってことをお話したんですけども、じゃあ4つ目にですね、ビジネスを何にするかってことを選ばなくてはならないときに、間違えてしまうと、どんだけ真面目に一生懸命やっても絶対にお金持ちにならない方法を30年40年やって人生が終わってしまうってことになります。だから店舗に勤めるとか店舗を経営するっていうのは、その中でも非常にリスクが高いナンバーワンなわけですよね。まあやってきた私が言うんですけども、経営者ですらですね、毎月の固定費にもう四苦八苦して、月末に固定費払ったと思ったら、もう次の30日後の支払いに関して頭を痛めるわけですよね。で、従業員さんもそうです。いくら一生懸命働いても、サービス残業しても、早朝深夜出勤してもですね、給料が上がらないんですよ。何年勤めても1000円上げるのが至難の技ですよね。トヨタ自動車なんていう車の会社がね、ありますけども、給料1000円上げたらニュースになるわけですよ。で、このぐらい超大手でも難しいわけですよね。で、そういうところをちゃんと見てるかなってところなんですよ。店舗に勤めてる会社勤めしてる方。じゃあそれに比べて、口コミ系の商売とかネット系の商売ってのはどうかなと。口コミ系のビジネスってのは初期投資が非常に少なくって、何かに拘束される時間ってのもすごい少ないです。自分の思う通りにやって、思わない時はやらなくてもいいという選択肢があります。ということで、一生懸命やる方は会社とか店舗でやるぐらいの勢いで口コミ系のビジネスをやると、みんなね、初月でもう月に30万とか40万とか入るんですよ。これは間違いないんですよ。本当にそうなんですよ。で、やってない方ばっかりなんですよね。だからお店とか会社に1日に8時間とか10時間勤めてるとしたら、じゃあ口コミのビジネスを8時間とか10時間やったらどうなりますかって想像したら、もう本当にすごいお客さんつきますよ。だって店舗をやってる方がですね、1日にお客さんに商品を10人、20人に売るわけですよ。ってことは、口コミの商売で、10人、20人に言ったら、ものすごい組織ができますからね。こんなに簡単なわけですよ、口コミビジネスってのは。ただ、やる方が気合が入ってないと。ほっといてもお金が入る店舗系とか法人系の方に依存して、自分の力で全部やる MLM とかね、口コミ系のビジネスは敬遠するわけですよ。これじゃあやっぱり、そのリスクを負えないようでは、チャンスはつかめないかなと思います。で、ネット系のビジネスもそうですけども、固定費がかかんないんですよね、これも。だからビジネスを始めるときに、スマートフォンさえあればいいみたいなね、環境でございます。そうなると、そのネット系のビジネスを選択する人にはチャンスがあり、口コミ系のビジネスを選択する人にはチャンスがあり、そして店舗系、法人系っていうのはチャンスがありませんということになってきます。ですから、この放送のように占ってる方でね、今日出勤しなければならないって方は、お金持ちにはならないということになってます。お金持ちになりようがないんですよ。でも瞬間的にはその道もしょうがないと思いますから、期間を決めてね、こっから抜け出すための種銭を作るために今これをやってるんだっていうことだったら、大丈夫だと思います。結局その、勤め人をするってことは、その創業者とか社長を儲けさすために制度的に奴隷になるってことなんですよね。だからせめてですね、自分が、ギャラに関係なくやりたいものを選ぶのがいいかと思います。仕事としてはね。はい、今日の放送は以上でございます。多くの皆さんのね、また視聴いただきまして、こんな朝早くいきなり始まるんですけども、ご覧いただくっていうのはすごい嬉しいなと思います。特に今日は女性の方が多いですね。ミカちゃんもそうですけどね、西江さんもね、参加いただきまして、それからホテルクラウンの、渡辺さんもね、ホテルクラウン万歳ですね。あ、ハートマークすごいいっぱい来て、やっと嬉しいなと思います。西江さんもボンボンボンとハートが来ましたね。こんな感じでございます。はい。ではですね、また夕方の放送もあるかなと。ちょっとこんなヘアスタイルですいません。私もね、ちょっとトレーニングに行って帰ってきた直後なんで、こんな形でございます。もうだいぶ寒いですね。皆さんもお体に気をつけてですね、自分の人生を早くスタートしていきましょう。本日もよろしくお願いします。